骨を丈夫にする栄養素とは？シャボン玉石鹸プレゼンツ、ハグハグ。リンタ君とゼンタ君は仲良し兄弟。ママの体調が悪いとお手伝いをしてくれる優しい一面も。今回愛梨ママからこんな質問をいただきました。子どもの骨を丈夫にするにはどうしたらいいですか？お答えするのは武田スポーツ&ビューティークリニック整形外科リハビリテーション科の武田康史院長です。丈夫な骨作りにはバランスの良い食事を心がけることが大切です。骨作りに必要な栄養素はというと、牛乳などの乳製品、小魚、海藻などに含まれるカルシウムを思い浮かべると思います。確かに必要な栄養素ですが、実は体内で吸収されにくく、最も吸収率の高い牛乳でもおよそ 40% 程度です。せっかく取ったカルシウムも骨に定着させなければ、汗や便とともに体の外へ排出されてしまうんです。必要な栄養素を上手に取り入れるにはどうしたらいいですか？カルシウムの吸収を促進させるためにも、ビタミン D を一緒に摂るといいでしょう。ビタミン D は鮭やイワシ、シラスなどの魚類やキクラゲ、シイタケなどのキノコ類、卵黄などに含まれます。また日光を浴びることで体内でも作られます。他にもタンパク質やマグネシウムなども積極的に摂りたい栄養素です。これらが含まれる食品をバランスよく規則正しく摂取することが大切です。栄養素入りの飲料やシリアルなどの食品を組み合わせることで手軽に取り入れられます。骨に良い食事は親にとっても将来的な骨粗しょう症のリスクを減らすことにつながりますよ。丈夫な骨作り頑張るぞ。番組では子育ての疑問、悩みをお持ちの出演者を大募集。 DNC ハグハグからご応募ください。